キックオフの時間が迫ってきました。待ちに待った強豪同士の対決、これは目の離せない試合になるでしょう。サッカーファンの皆さん、お待たせしました。注目のカードとなったこの一戦、見届けようと集まった大勢のサポーターでスタンドは埋め尽くされています。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。準々決勝のファーストレグとなるこの一戦、湘南ベルマーレが川崎フロンターレと戦います。これは誰が見てもアウェーチームが有利だと分かります。ホームチームは胸を借りるぐらいのつもりで試合に臨んだ方がいいかもしれません。辛抱強く粘っていれば相手が崩れることもありますからね。この試合はダービーマッチです。宿敵同士が互いの意地とプライドをかけて激突します。ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。攻撃的な 3-4-3 ですね。攻撃力が高いシステムですので爆発力はありますよ。彼らはピッチ全体でプレッシャーをかけて相手にボールをコントロールさせないチームですね。今日のラインナップを見てどうでしょうか。そうですね、今日もいつも通りプレス主体のサッカーをすると思います。自由なプレーをさせないことにより相手の隙を突く機会も増えますからね。いよいよ試合が始まります。湘南ベルマーレボールのキックオフです。ギリギリのタイミングでのダイビングセーブでした。これはあるか。このコーナーキックはキーパーが弾き返す。さあゴールを狙いに行く。このシュートは惜しくもバーを越えました。素晴らしい狙いでしたね。決まっていても不思議ではないシュートでした。見事なパスカットです。いいところを見ていました。決まった。早い時間に先制弾を叩き込みました。よく決めましたね。最初のチャンスを逃しませんでした。素晴らしいパスを通しましたね。フィニッシュも見事です。前半9分、試合が動き出しました。クリアして危機を脱しました。この選手は現在メディアも含めてかなり注目されています。この人の引退を惜しむ声が相次いでいます。スペースに見事なスルーパス、弧を描いてゴールへ。追加点も挙げました。これは大きいですね。チームに勢いが見えますね。流れをつかんだようです。阿部裕之、ここは大きなカットです。いい読みでしたね。ボールは相手に渡ります。おっと、裏へ出した。このシュートは完全に枠を外れました。狙いは分かりますが、これでは入りませんね。
サイドにスペースがあります。阿部裕之、プレーは止めません。ゴール前で振り切った。これは危ない。このシュートは外れます。森田秀正、仕掛けてくるのか。ボールが浮いてしまいました。主審が選手を指差し、先ほどのプレーに対してイエローカードを出します。アドバンテージを見ていたようです。少し軽率なプレーでしたね。相手ボールになります。何、裏も見えていたのか。絶好のチャンスを逃しました。何かあったんでしょうか。丁寧に流し込もうとしたんでしょうが、とんでもないミスになってしまいました。ボールを失いました。ここはよくスペースが見えていました。綺麗な弧を描いた。湘南が点差を広げました。これはもう決定的でしょうか。点差がついてもこのチームはしっかり走ってくると思います。こちらのカメラからの映像です。阿部裕之、スローインからゲームは再開です。山田直樹、相手ボールになりました。このパスは読んでいました。いいカットです。ボールを奪いました。見事な視野です。狙う。まだボールは生きています。続けて止めましたね。外に出してコーナーキックです。中を狙うか。なぜかシュートが入りません。いいボールが出ました。このシュートはポストの外。阿部裕之、ボールは相手に渡り、前半終了です。スコアは3対0、リードは大きく3点です。前半から変化はあるのでしょうか。後半キックオフです。これはファールですね。フリーキックが与えられます。ゴールキックとなりました。ボールを奪われました。このチャレンジは失敗でした。カードが出るでしょうか。イエローカードが出ます。軽率なファールは避けたいですね。キーパーがうまく飛び出した。以前から噂があった移籍ですが、正式な発表があったようですね。ええ、この移籍はチームに大きなインパクトを与えてくれると思います。斉藤学、
ドリブルで運びます。クロスは手前の相手に当たりました。何をしてくるのか。カウンターのチャンスが巡ってきた。さあどうする。さあゴールを狙いに行く。素晴らしいゴールです。カウンターが決まりました。うまく引き込まれた感じでしょうか。カウンターへの警戒が少し薄かったかもしれません。両チームの点差がさらに開きました。この追加点が相手に与える精神的ショックは大きいですよ。森田秀政、阿部裕之、斉藤学、敵陣へボールを運ぶ。さあ上げたい。クリアが小さい。いいところに出た。キャッチできま、フロンターレが PK をもぎ取りました。これは PK、 さらに退場。この退場は避けたかったですね。チームが追い込まれます。選手の交代があるようです。見事に PK を入れています。PK は決めて当然ですが、状況によって成功率が下がることもあります。ここは落ち着いて蹴れましたね。ここはパスミスになりました。ボールを失います。相手の裏を狙うロングパス。ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。山田直樹、素晴らしいスルーパス。チョン・ソンリョンがセーブ。ここでボールを失います。ここはよくスペースが見えていました。キーパーこれをセーブした。近距離からのシュートでしたが、素晴らしい反応を見せましたね。これは決まりません。キーパーが触りました。いやー少し力が入りませんでしたね。山田直樹、さあ打った。チョン・ソンリョンがセーブ。いいビルドアップでしたが、相手に走り込んだ味方にスルーパス。よく止めましたが、ボールはこぼれています。しかし今のはすごいセーブでしたね。シュートを狙う。興梠が決めた。試合の内容も傾いていたと思いますが、このゴール、得点の開きも大きくなりました。ええ、チームに力の差があるのは一目瞭然です。ちょっとワンサイドになってきましたね。相手ボールになります。車屋慎太郎、カットしました。ここはどうするでしょうか。中に入れてくるか。うまいパス。ゴールが決まった。最後はキーパーとの1対1ですね。見事なボレーシュートですね。クロスに合わせてよく枠に飛ばしました。残り時間も少ない中、厳しい展開になっています。ボールは相手に渡ります。興梠へ、ドリブルで相手を裏へ出した。このシュート入った。これはナイスシュート。3点目のゴールはハットトリックとなりました。鮮やかなハットトリック、全く止まりません。
攻撃の中心ですね。今日はどれだけ取るんでしょうか。残り時間が少なくなってきました。厳しい展開になっています。フリーキックのようですね。レフェリーがファールを取りました。ここでレフェリー注意を与えます。試合が荒れないよう審判にはしっかりとしてほしいですね。ボールをダッシュ、寄せが早い。相手ボールになりました。スペースがある。ディフェンスを切り裂いた。ここはキーパーがセーブ。ようやく落ち着いてきましたね。今のプレーは良かったですよ。コーナーから中へ。試合終了。ファーストレグを制したのはホームチームです。これだけ得点